今朝のコメンテーター MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。島津さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このところの日本列島というとね、暑いか、はい、もしくは大雨かみたいなね、日本列島を見ると、北日本であんなに雨がずっとね、降るっていうのは、ちょっとあんまり想像してなかったので、そうですね、被害も今回ね、大きく出ているので、心配ですよね、北海道もそうですしね、はい、で今はまた九州の方だとか西日本の方にも ね雨の被害が出ているようですから、どうなこれから台風シーズンでしょ、そうですよ ね。だからね、当然地盤がぬかるむっていうか緩くなるじゃないですか、これだけ雨降ると、でそこに台風とかね本当来ると、もうさらにそれが、被害を及ぼすリスクあるわけですから、非常に怖いですよね。そうです、そうかと思うと気温がね35度、6度7度となって、暑さの方がまたね結構体にね、熱中症もね気をつけなきゃいけませんから、ですからまた、昨日のこの新型コロナウイルスの陽性者の人数はね過去最多みたいな25万人超えてますけども、それは気をつけなきゃいけないし、暑さも気をつけなきゃいけないし、あと雨が降ったら、その地盤だなんだ大雨にも、気をつけなきゃいけませんし、あとは昨日なんかも結構都心もですね震度1ぐらいの揺れが2度ほどあったりですが、地震もね決して減ってるわけではないですから、しかも不気味な感じでね続くから不安になりますよね。先日北海道であったり、で昨日は例えば千葉だとか福島沖である沖縄でも揺れてるんですよね。あと小笠原だとか、いや取り囲まれるように揺れるので、いや本当に不安になりますよね。やっぱ素人なんでよくわからないけれども、やっぱりなんかね大地震近づいてんじゃないかって、みんな多分思われると思うんですけど、そういう不安を煽るような状況にね、ちょっとなりますよね。そうですね、加えて昨日は火球が見られたなんてね。あ、そうなんですか。夜7時半ぐらい港区でも結構広い静岡だとか、そういったところでもその火球が見られたっていうことがあってね、そうなってくると、ムー的にはですよそういえばそうでした、ムー的には、何かこうね前兆があるのではないか。でも準備というか用意はしておくべきですからね、いろんなことに関して、例えば停電したらどうしようとか、大雨来た時にはどこに避難しようだとか、そういったことは必要ですもんね、心がけておくことに至って越したことないですから、我々のように酒好きは酔った時にはどうやって避難すればいいんだろうとかそれは確かにそうですね。そうなんですよ、気づいたらもうちょっと違うところにいるリスクはありますよね。いやいや、だからそれはね適度がいいのか、っていうところも、そろそろ考え始めなきゃということですね、さて、こういうニュースが入ってきてます。東京オリンピックパラリンピックめぐる汚職事件です。贈賄容疑で前会長ら3人が逮捕された AOKI ホールディングスが大会スポンサー料として支払ったとされる5億円、同じカテゴリーの基準となる金額の半分以下だったことが分かりました。東京地検特捜部大会組織委員会元理事の高橋容疑者がスポンサー契約をめぐり、AOKIホールディングス前会長の青木容疑者から依頼を受け便宜を図ったとみて経緯を調べます。本来青木が支払うスポンサー料の基準というのはおよそ15億円だったといいます。ということは10億円の値引き、スポーツ紙には仰天セールと書かれてますけれども、こういうことがあったってことなんですかね。そうですね、私自身この詳細どういうことがあってこういうふうになったのかっていうのは分からないですけど、数字だけ見るとね本当に大幅半額以下ですからね、大きな値下げっていうふうに仰天セールってスポーツ紙が書くのもすごくわかる気がしますね。私違うこのルートのこの情報だと10億、これをだから、5億にした、それでも 半分ですけどもね、というようなことも言われてます。そのランクがだからスポンサーにもあってね、でその中の一番この下のランクではあるんだけれども最低10億みたいな感じだったのが、これが5億で済んでると、今回こちらには15億というふうに基準がですね出ておりますけれども、しかしこのオリンピックと金をめぐる問題ってのはなかなかなくならないわけですけれども、これどうすればいいんだってことですね。これはね東京オリンピックだけじゃなくて他のオリンピックでも常に言われていますし、そのオリンピックの仕組みそのものがそうなってる
んじゃないかっていうのはね常々指摘されてるわけなので、はい、そこから直していかないと、日本だけが、ね、そこをきちんとやっても実際にこうオリンピック呼んでくるときに、はい、他の人たちがやってる中で日本だけそこに乗らないっていうのは、はい、ある意味なかなか厳しいのが多分、現場サイドとしては多分そういうのもあるんだと思うんですね。だからそれが悪いことだと分かってるとしても、実際そこのところはやっぱりその国際オリンピック委員会というかその他の国との兼ね合いがあるので、ここの調整、まあ、していかないことには、ね、多分なくならないと思うんですよね。そうですね、誘致をめぐる ね、そういったスタモンダだって嫌疑かけられたりしましたもんね。そうですね、だからこれは本当に、で毎回これ日本だけじゃなくて他のオリンピックでも必ず問題になっているので、はい、やっぱりそこはその日本だけじゃなくて他の国と協議の上で、やっぱりちょっと修正していく方向を、ね、見ていかないとなかなか厳しいと思いますけどね、まあ、いつの頃からか商業主義なんていうふうに呼ばれ始めたね、このオリンピックパラリンピックですもんね、はい、そうですよね、はい、まあ、でもどこかで線引きというか元に戻すというか本来のこのなんていうのかな、まあ、ありかね、あるべき姿っていうんですかね、こういったところに戻していけたらと思うんですけども ね、まあ、なかなかそうじゃないとお客さんがついてこない、ね、だんだんこうだんだんこの距離感が出てきてしまうので、まあ、そういう意味でも見直すタイミングって来てるんじゃないかなと思いますけどね、だってねアスリートの皆さんは一生懸命なんだから、うんうん、ね、いやそうですよね、はい、そのためにね、たくさんの時間を、ね、はい、かけて人生かけてるみたいなもんですもんね、まあ、そうですよね、それまでのなかなか私たちがやれと言ってもなかなか難しい、ね、その訓練というかね、ああいうのを連続して毎日やるって、普通の他のことでもなかなか続かないじゃないですか、やっぱり三日坊主になりがちですし、今日ぐらい休んでしまおうかなって思うことあると思うんですけど、はい、それを彼らはね、ずっと鍛錬し続けるわけですね、見直しながらいろんなことをね、そういうのはね報われるべきところだと思います。そうですね、オリンピック精神っていうのがあるんですからね、そうですよね、はい、ちゃおはようダッチャー。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。ニュースピックアップ、こちら産経新聞、穀物輸出再開から2週間、食料価格下落傾向。ロシアによるウクライナ侵攻後、黒海の港の封鎖で滞留していたウクライナ産の穀物の輸出、国連の仲介を経て再開し、2週間余りが経過しました。今月16日にエチオピア向けが出発するなど、これまでに出港したのは20隻を超えています。中東やアフリカなどへの物資輸送の目詰まり、これが和らいで食料価格の下落傾向も現れてきたといいます。FAO 国連食糧農業機関によると、7月の食料価格指数、前の月に比べ 8.6% 下落しました。国連とトルコ、ロシア、ウクライナの4社が7月下旬に輸出再開で合意、国際市場で穀物供給が増えるという見通しから価格下落を後押ししています。で、小麦の相場ですけれども、侵攻直後の3月に過去最高値を更新し、その後は1ブッシェル、およそ27キログラムあたり10ドル台の高値水準で推移していましたが、ウクライナ産の小麦の輸出再開に加え、景気後退に備える投機筋の穀物市場からの撤退、これが相次いで小麦相場8ドル台とウクライナ侵攻前まで戻ったといいます。ウクライナ産の穀物の輸出が再開してから2週間です。食料価格の下落傾向が現れてきました。島田さん、これはどういうふうに受け止めてらっしゃいますか？まあ、食料不足ということはまあ避けられたというか、はい、そういう意味でその比較的、まあ、所得が少ない国 の食料危機とか、そういうところは避けられてくるんじゃないかということで、まあ、良いニュースだと思うんですけど、はい、実はこれウクライナの輸出が始まる前から、そもそも中国の景気が少し悪くなっているので、中国の需要が落ちるとか、あと2月の段階だと今年の小麦 の収穫量があんまり天候が当時良くなかったので、はい、悪いんじゃないかって相当言われていたのが、まあ、アメリカもロシアも天候が非常に恵まれてきて、その収穫が上がりそうだっていうところもあって、
って、まあ、それがもともと下落圧力になってたところにこの話が出てさらにという、はい、まあ、そういう動きですね、あ、そういうことも含んでるってことなんですね、うん、はい、そうなんですね、でこのままこの食料の価格が、まあ、下がり続けるのかどうかということなんですが、産経新聞、ウクライナ南部の戦闘激化で先行き不透明と伝えています。まあ、侵攻の影響でウクライナの穀物の生産自体が減少する懸念も残っているということなんですね。先行きもこれどうなるか分かりませんもんね。そうですね、で今年で言えば今申し上げた通り、はい、直近のところの収穫が多そうなので、当初思われてたほどひどいことにはならなそうだっていうことになってるんですけれども、はい、当然ウクライナの戦争が長くなればなるほど作付けするのが、ね、はい、難しくなるわけですよね、だから今回の件でとりあえず今年は少し当初思われてひどくないんでしょうけれども、この話はちょっと長く続くので、そうすると来年例えばロシアとかアメリカとか他の国がまたあまり作付けが良くないということになってくる、はい、作柄が良くないということになってくると価格が上がるので、ちょっと中長期的には懸念材料残るなと思ってますね。まだ残るということですね、はい、続いてはこちら、日経新聞、エネルギー価格高騰、中東で資源外交。岸田総理、今月下旬に中東各国を訪れます。ロシアによるウクライナ侵攻などに伴うエネルギー価格の高騰を受け、資源国との関係を強めます。カタールで増産する液化天然ガスの権益めぐっては日本勢が出遅れているため、首脳外交で権益の確保を狙います。カタールやアラブ首長国連邦 UAE ですね、といった資源国の訪問調整しています。ウクライナ危機でガスや原油の価格が世界的に上昇していて、日本や韓国などアジア向けの液化天然ガスのスポット価格、平年の夏の10倍近くになっています。エネルギー価格の高騰を受けて岸田総理が中東で資源外交というこの動きですが、これは島さんどうご覧になりますか。まあ、必要なことでしょうし、はい、まあ若干ちょっと遅いかなぐらいなところもあると思います、というのはこれドイツが結構世界中から天然ガスを買い漁ってると言っていいほど、はい、やってるんですよね、でそれはドイツが今までロシアから その輸入に頼ってほとんど頼っていたので、まあ、それをいきなりやめるということになったので、まあ、困ったということで、まあ、すごく、まあ、買い漁ってるような状況になっていて、はい、それが価格を押し上げてるんですよね、だからそれが分かっていたのであれば、まあ、やっぱり早い段階でこういった手を打っていく必要あるでしょうし、もともと日本はカタールとかアラブ首長国連邦 UAE とは比較的、はい、まあ、親交が深い、まあ、国ですし、継続的にエネルギー買ってきたわけですから、はい、今まで脱原発だとか脱炭素だとか言ってそういうものを買わないって言ってた国が急にロシアとの関係で方針転換したときに遅れを取るようではダメなわけですよね、はい、彼らがいかに変なことをやってきたかというか、はい、その場しのぎでいろんなことをやってきたかっていうところが問題なわけなので、やっぱそういう意味でもちょっと先を見据えて、でこれは日本だけの問題じゃなくて実は、はい、貧困国というか相対的に所得が低い国も非常に困ってるわけですよ、ドイツが一方的に買い付け、アジアまで買い付けに来てるので、はい、そういうことも含めてそのドイツの姿勢を正すことも、まあ、ちょっと視野に入れながら外交していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、一方でロシアの資源開発事業のサハリン2から液化天然ガス調達できないリスクも指摘されるというくらいで、そのエネルギー資源の安定調達は政権の主要な課題となっているといいます、まあ、このただ昨日あたりのニュースですとサハリン2あたりはですね、これまでと同じような値段だとか、量で、というようなことも出てきてるんですけどもね、まあ、そうですね、ただまあその一国に依存するのは危険ですし、まあ、なおかつそのロシアとの関係というのは今後考えるとちょっとなかなか依存もできませんしということで、まあ、多様な資源を必要とするでしょうし、それは原発稼働も含めて日本がどういうエネルギーをまあ利用していくかっていうのを考えなきゃいけないんだと思いますね、時刻6時19分です。文化放送おはよう、テラちゃん。
時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。日経新聞からです。アメリカの中央銀行にあたります FRB 連邦準備制度理事会17日、7月26日から27日に開いた FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨を公開しました。利上げを減速する可能性を指摘しつつ、時期のめどは示さなかったということです。これを受けて日経新聞は、先行きの金融政策の方針を強くにじませる決め打ち路線から、経済成長の減速とインフレへの動向に応じた柔軟な対応への転換が鮮明になったと伝えています。将来の金融政策の方針を示して市場に織り込ませる手法、フォワードガイダンスと呼びます。5月の会合ではパウエル議長が記者会見で 0.5% の利上げの3連続実施、これを強く示唆しました。で、長期金利が将来の利上げを織り込んだ水準で安定し、利上げ効果が前倒しで発揮されたといいます。ところが9月の次回会合に向けて FRB はこの手法を封印したと。このフォワードガイダンス、市場に織り込ませる手法ですね、将来の金融政策の方針を示して市場にまずは織り込ませるという、これを封印したという見方なんですが、これは島津さんはどうご覧になりますか？具体的な数字を示して話すのはやめたっていう意味では、はい、封印してるんですけれども、ただ先行きどういうことを考えてるかっていうのをという意味でのフォワードガイダンスは維持していて、具体的に言うと、3% を超える、中立金利だと、景気を減速も加速もさせないと言われている中立的な水準の金利である、3から 3.5 ぐらいに向けて利上げを淡々としていきますよって方針は全く変わっていないんですけども、そこに向かうにあたって、0.75% で上げていくのか、0.5% で上げていくのか、はたまた 0.25 で上げていくのかっていうところは、言わなくなりましたっていうところ、そういう意味での、封印ですよね。利上げの具体的な数字は言わなくなった、ということなんですね。これはどうしてなんですかね？いくつか理由はあるんですけど、まず一つは、FOMC のこの会合の中での合意形成が難しくなってきていると。だから議長が 0.5 って言ってしまうと、0.5 にこう引っ張られる形になるわけですけれども、前はそれでよかったけれども、一致してるから、なんとなく一致したので、ただやっぱりその前の時でさえ最終的な土壇場で一致できなくて、言ってた数字と違う利上げ幅しているということで、内部でこう意見が少しばらけてきて、なかなかその議長が言ったからといってみんなが乗るかどうか分からなくなってきたので、下手なことは言わない方がいいっていうのが一つと、あと二つ目は、それと重なる部分もあるんですけれども、経済、足元の経済の状況が必ずしもはっきり分かっていない、というのは、具体的に言うと、成長率は足元でマイナスになってきていて、景気はどうやら減速しているようなんだけれども、雇用の統計は非常に強いという、この、不一致とか乖離があって、そうすると、このまま利上げを続けていくと景気の減速が雇用まで波及して雇用を悪化させるのか、やっぱりそこは乖離したまま雇用は強いのかがちょっとよくわからないぞと。で、それは実はその議事要旨にはその議論は出てるんですけれども、それがわからないので、あえて下手なことは言いませんよ、ないということなんですね。で、この9月の会合で決める利上げ幅なんですが、市場の見方が分かれていると。日経新聞には 0.5% と予測するエコノミストの見方、 0.75% と予測するエコノミストの見方というのを伝えています。 FRB 9月のこの会合で決める利上げ幅ですけれども、島さん、これは難しいんですね。こういう感じですか？難しいですね。どちらもあり得ると思いますし、私は具体的に言うと 0.5 の可能性は高いと昨日までは思ってました。昨日までは何か変わったんですか？その議事要旨を見て、足元の物価下落は商品市況が下落してるから、それを受けて、いい話なんだけど、そこは物価にとって実は重要じゃないんだと。もっと重要なのがやっぱり雇用が強すぎて、それが問題なんだっていうことなので、もう一回雇用統計あるわけですけれども、その雇用統計次第では 0.75 の可能性は十分にあるっていうふうに今の段階では見てますね。ですから、その FOMC の中で、雇用かなり見てるんだなと、注目して見てるんだなと、商品市況じゃなくて雇用を見てるってことですよね。それが分かったから昨日と、そうですね、島田さんもちょっと変化してきてる、そういうことなんですね。また後ほどお話伺います。
時刻6時41分に今なりました。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。日経新聞から、新型コロナウイルスの感染者、昨日全国で新たに25万5534人確認され、公表日ベースで過去最多を更新しました。帰省や旅行で人の移動が活発になり、感染が高止まりしているといいます。感染者数は地方での増加が目立ち、北海道、広島、熊本など21の道県で最多となりました。東京都などは一時よりは少なく、厚生労働省によると、おととい17日までの1週間の全国のこの新規感染者数、前の週の 0.87 倍と週ベースでは減少に転じています。現在のこの感染状況ですけれども、島津さん、これはどういうふうにご覧になってますか？まあ、なかなかね、減ってこないのを見ると、やっぱり感染力の問題とかあるんだろうなと思うんですけれども、はい、まあ、引き続き重症者のところがそれほどっていうのもありますし、はい、昨日全国ではその前の日よりも17人減って610人という数字ですね。はいはい、で一部なんか死亡者数が多いって言われてるんですけど、なんかそれは統計の問題もあるようなので、ちょっと必ずしも、というところはちょっと私はそこはまだ厳格には言えないなと思ってるんですが、はい、いずれにしても当初の時に比べると人数の割には、まあ、落ち着いてるところはありますので、はい、まあ、引き続き冷静にうがい手洗いをして、まあ、混雑は避けてマスクしてっていうのが必要なんだろうなと思ってますね。我々にできることってのはね、もうずっと同じですものね。そうなんですよね、だから、まあ、それ以上なかなかね、言われてもっていうところありますし、日々の生活はしていかなければならないので、あまり当初は分からなかったところもいっぱいあるので、緊張感ありましたけども、まあ、徐々に、まあ、日常生活を送りながら気をつけなきゃいけないところだけは気をつけるっていうことだと思いますね。はい、まあ、あとは睡眠取るとか栄養取るとかね、免疫力を高めていくっていう、まあ、そういったところですからね。そうですね、適度な運動とですね、そうだ、適度な運動も大事ですね。はい、暑い時にねなかなか運動するっていうのも大変なんですけど、でもやっぱりそういう免疫力を高めるようなことはやっていくべきなんでしょうね。そうですね、まあ、朝とか夕だと少し涼しいので、そうですね、はい、そのぐらいで朝夕は、はい、できますね。さて、その感染拡大に伴って医療機関全国で混雑していますが、まあ、そんな中ですね、一部の自治体、スマートフォンを使って重症化するリスクのある人に重点を置いた対応を進めています。神奈川県は新型コロナウイルスの検査で陽性となった患者全員に専用の電話番号を記したショートメッセージを送ります。で、軽症者には症状に変化があったら専用の受付窓口に連絡してもらいます。で、一方で65歳以上の高齢者や2歳未満の子ども、基礎疾患のある人は重症化のリスクがあるために別に LINE のメッセージなどを送って健康観察をしているといいます。まあ、重症化するリスクのある人に重点を置いた対応というのも、まあ、これも大事でしょうね。まあ、そうですね、はい、これ非常に重要だと思いますし、なんか聞くところによると会社で検査しろって言われたりとか、あといろいろ証明出さなきゃいけないことがあって検査して、何の無症、当然自分はかかってないと思って検査したら、陽性反応が出ちゃって、それで、まあ、その後病院に行ったりしなきゃいけなくなってっていうことがあるようなので、あんまりこう重症じゃない人たちに対してどれだけリソースを、限られたリソースなので割くかってところは、まあ、これもちろん当初からそうなんですけども、ますます重要なポイントになってきますし、日常生活に戻る、元の生活に戻る上ではやっぱり選別して、そこは集中と選択ってことは重要なんじゃないかと思いますけどね。まあ、これも全部とは言いませんけれども、一部ではやはりこの症状の出てない人はもう自宅でっていうね、そうなんですよね。だからやっぱそこはこれだけ人数多くなってくると、どうしても対応に限りあるのは仕方がないことですので、やっぱり少しずつそういうふうなことを考えていかなきゃいけないのかなと思いますね。はい、さあ、それではここからはですね、島津さんにこのテーマで話を聞きます。物価の上昇ピークアウトはいつに、まあ、いつ峠なんだってことですが、アメリカの7月の消費者物価指数、前の年の同じ月に比べ 8.5% 上昇しました。ガソリン価格、前の月から下がってですね、伸び率およそ40年半ぶりの大きさだった6月の 9.1% からは縮小しています。まあ、3ヶ月ぶりに減速。アメリカでは新型コロナウイルス危機からの需要回復に供給が追いつかず物価が上昇しました。
で、ロシアのウクライナ侵攻に伴うこの食品とエネルギーの価格高騰も重なって記録的な高インフレに見舞われています。物価が急騰を始めてから1年余りが経ち、3ヶ月ぶりに減速したという、まあ、こういうアメリカの動きなわけなんですが、柴田さん、この動きはどうご覧になりますか。まあ、やはり商品市況ですね、エネルギーとか食品の価格がやっぱ下がってきているので、はい、まあ、それが少しずつ反映されてきているというところだと思いますね。はい。で、この物価高騰のピークアウト、まあ、いつ峠なのかというのが意識され始めたこのアメリカなんですけれども、これ来年はどうなるんですかね。まあ、今のままいけばその商品市況がこのまま下がってくれればですけども、はい、安定してくれればスルスルと下がって、ほうほう、まあ、3% とか、まあ、来年にかけてはですね、はい、それくらいの数字が見えてくる可能性はあると思うんですけれども、実際のところはちょっとよくわからないっていうのは、商品市況がよくわからないっていうので、はい、先ほどもちょっとありましたけども、今年は小麦足りないと言われてたのが、たまたま天候に恵まれたっていうところに加えて、ウクライナのところの輸出が少し増えてきているというところで価格下落してますけれども、ウクライナの戦争は全く終わっていませんので、作付けとかですね、来年以降どうなるかっていうのはよく分かっていない。で、天候はもちろん全然読めないわけで、最近の状況から言えば異常気象って毎年どっかで必ず起こるわけですよね。ただ干ばつだ ね、それこそ大水害だみたいなこともありますもんね、はい、そうなんですよ。で、そういうのが一回起こると急に立ち上がらせることできないわけですね、この食品っていうのは、はい、その自動車とかそういうものも難しいですけど、より時間が手間がかかるわけですから、なのでなかなか本当にそういうふうに下がっていくかっていうのは実はよくわからないし、まあ、先ほどもご紹介した FRB アメリカの中央銀行もその点をすごく憂慮していて、はい、商品価格が下がってるから物価下がってるって踊らせられないで、ちゃんと引き締めしていきますよっていうのが直近の議事要旨のメッセージだったと思いますね、はい、一方日本です。6月の消費者物価指数、値動きの大きい生鮮食品を除いた、総合指数がですね、前の年の同じ月より 2.2% 上がりました。まあ、上昇10ヶ月連続、上昇幅が 2% 超えるのは3ヶ月連続です。6月の物価のこの動きの特徴、生鮮食品を除く食料の値上がり、これが目立ってきたこと、小麦など穀物価格の高騰に加えて物流費、包装資材の値上がりなども包む方ですね、包装資材の値上がりもあって生鮮食品を除く食料 3.2% 上昇、食パン 9% 上昇したほか、チョコレート7.5% 上がりました。この日本の物価高騰の状況、島津さん、これはどうご覧になりますか。まあ、日本の物価、まあ、世界的に上がっているのでその影響は当然受けてくるわけですけれども、日本の今 その生鮮食品を除く食料っていうのは、はい、まあ、世界標準でちょっと異例変わってるんですね、世界の物価で、まあ、いわゆるコア物価っていう時は、はい、食品全体を除いてしまうので、はい、生鮮食品だけ除くっていうのは、ちょっと日本だけ特殊な、そういうことなんですね、はい、状況なんですね、で実は食品を除いて、まあ、アルコールもそうなんですけど、アルコール品とか食品を除いたグローバルなベースで見ると日本の物価も 0% 予約超えたかどうかのところにしかないので、日本の状況っていうのは全然他の国と違っている、でまして円安でって、まあね、某新聞社はよく書いてますけども、はい、アメリカはドル高なわけですね、ドル高のアメリカはコアでも 5% なわけです、はい、で日本は円安なのに、まあ、いわゆるコアを他の国と合わせるとほぼ 0% ということで、まあ、確かに物の価格上がっていろいろ生活に影響出て困るっていうのはその通りなんですけども、同じ環境にグローバルになっている割には、日本は全然まだまだ状況が、まあ、マシなというか、そことは全然、まあ、距離があるなというところだと思いますね、はい、でこれ今後どうなってくるんでしょう、日本は。日本について言うと、やっぱり海外のようにどんどん上がっていくっていう感じは今のところなくて、はい、というのは一部の食品とかに限られているわけですね、はい、で採用されている物価品目の内訳見ていくと、日本って一番高く上がっている、例えば 4% 以上上がっている品目って全体の2割ぐらいしかないんですよ、アメリカってこれ5割ぐらいありますから、半分が、はい、全然違うところにあるということですから、はい、まあ、もしその先ほどご紹介した商品市況、エネルギーとか食品価格が、まあ、スルスルと下がっていくんであれば、はい、どちらかというと残された 0% の、それを除いた数字の 0% のところに戻っていくと考えるのが、はい、まあ、どちらかというと一般的な考え方で、まあ、民間エコノミストの
コンセンサスというか、まあ、一般的な予想は来年後半にインフレ率が 1% を割り込んでいくってことになってますから、そこから食品除くと多分やっぱり 0% とか、そういうふうな見方になってんだろうなと思いますね。もともとね、日本の場合にはその景気も良くないんだということですもんね、はい、そうなんですよね、だから人件費が上がっていかないので、賃金が上がっていかないので、結局コアの物価がゼロからなかなか上に行けないという状況だと思いますね、はい、そんな中ですね、岸田総理、物価高騰に対して必要な財政出動は躊躇なく機動的に行うと述べて、物価高対策に取り組む姿勢を示しています。食品などの物価高騰を受けて、政府から製粉会社に売り渡す輸入小麦、この価格を10月以降も据え置くよう指示しました。ガソリン価格の抑制に向けて、石油元売りに現在この支給している補助金について9月末に迎える期限の延長を示唆しています。こうした物価高対策、これは島さんどう評価されますか？まあ、ないよりはマシなんですけども、あの企業とか業界にお金を渡すということが適切かどうかについては私はかなり疑問を持っていて、というのは個々人でガソリンどれだけ使うかとかって全然違うわけですよ ね、 であれば一括で、まあ、減税とか、まあ、給付金の支給という形にして、まあ、お金がある人、高所得者は当然税率高いわけですから、後からそれを、まあ、税金で戻すということの方が、より効率的なんじゃないかと私なんか思って見てますけどね。とやはり減税ですかね、まあ、減税とか給付金っていう方が、まあ、本当にその低所得者層に対しての、まあ、支援ということであれば、そっちの方が効果的ですし効率的ですし、皆さんの生活に即した、人によって必ずしもガソリン使うわけでもないですし、何にお金使うかはそれぞれ家計違いますからね、まあ、そこで景気を良くしていってGDP も上がっていくと、まあ、そうですね、ようやく GDP もコロナ禍前の水準を回復してきたので、まあ、この状況続けばいいなと思います、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。求人情報サービス会社が発表した7月の中途採用求人倍率、前の月に比べて 0.07 ポイント高い 1.98 倍でした。コロナ禍からの経済の再開を見据えて、外食ホテルの各社で求人が増えていると。求人数を業種別に見ると、レジャー外食が前の月に比べて 6.3% 増となり、全13業種の中で最も高い伸び率でした。行動制限の解除で観光需要の回復が期待される中、ホテルや旅行各社で求人が増えたといいます。外食ではコロナ禍でデリバリー対応、配膳ロボットの導入などサービスのデジタル化が加速、 IT 人材を中心に採用を強化しました。中途採用のこの動きですが、島さん、これはどうでしょう？まあ、やっぱ雇用情勢が引き締まるっていうのは、皆さんの労働環境とか賃金が上がっていくということになりますから、非常に好ましいことだと思うんですけども、今のニュースだとやっぱ IT 人材を中心ということになるので、多分結構そのミスマッチっていうんですかね、取りたい企業が取りたい人材と実際にまああの職を探している人との間のミスマッチが結構大きくなっている可能性があるので、やっぱそういうところをうまく埋めていくような形で、まあ政府が支援していくっていうのは、一つ今後実際にこの高い求人倍率を実際の就職につなげていくためには、まあ必要になってくるかなと。企業がこの分野欲しいんですと言っても、その能力を持っている人が限られているとするならば、そこに政府はじゃあ教育含めて何か援助するということですか？まあ、そうですね、まあ、あとは、まあ、徹底的にもう景気をもっと良くしてやって、求人倍率を4倍5倍になるほどしてやると、企業としてはもう取れないから諦めて、初めて仕事する初体験の方も取って、教えるっていうジョブローテーションとかで教えるって、自分たちで教えるっていうことをしだすので、まあ、いずれにしろどういうふうに政府がお金使ってここをやっていくかっていうところで、まあ、個別に対応するのか全体をもっと引き締めさせるのかっていうところだと思います。はい、
はい、さあそしてこちらはですね、副業セミナーと謳った違法な投資助言に関する話です。 FX 取引の投資スクールの勧誘であることを隠して副業セミナーと謳って人を集め、違法に投資の助言をしたとして男女25人が金融商品取引法違反などの疑いで逮捕されました。容疑者らのグループ2016年以降、東京、大阪、愛知など全国21都道府県の貸会議室などで副業セミナー繰り返し開いていました。 SNS などを活用してスマホ1台で稼げる、こういう文句で副業セミナーを宣伝、そして投資スクールへの勧誘であることは伏せた上で全国でおよそ1万4000人を集めたといいます。セミナーの出席者に対し、一番稼げるのは FX と投資スクールに入会するよう誘導、入会金として1人当たり40万から65万円を求めていました。入会後には FX 投資に関する動画オンラインで視聴させた上で、上位クラスならもっと稼げるなどとして追加で165万円を請求することもあったといいます。グループの管理する複数の口座にはですね、今年4月までの1年間でおよそ19億円の入金が確認されているといいます。まあ、こうした違法行為があるってことですね。そんなに入金されるんですねっていうことにまあ驚くっていうのと、あとそのまあ FX もそうですが、金融取引ってあの本とか含めていろいろ出るんですけど、あの私実際にその近いところに私からすると、やっぱり成功した人は言いたがる、失敗した人は言いたがらないので、世の中に儲かるって書いてある本は成功した人がほぼほぼ全員がまあ書く一方で、失敗した人は全然書かないので、いかにも儲かるように見えるんですけども、やっぱり金融市場はある意味でまあゼロサム部分のところもありますので、やっぱり慎重にその辺はあの身を置いてるものとしても、それは慎重に検討した方がいいことだなと思いますけどね。昨日ゲストでお話しいただいた作家の原田ひかさんの作品の中にもね、こういったのが昨日出てくるのがあるんですけども、だからやっぱり改めてっていうね、副業を一つの就業先だけに縛られない働き方でして、雇用形態に関係なく2社以上の企業と契約する兼業の形で働いたりする、国内労働者数2021年の推計で812万人、前の年に比べて 15% 増え、労働力人口の1割を占めると。ただ各地の消費生活センターには副業に関するトラブル相談、これも相次いでいるということで、副業の注目度、まあ、これは高くなっているのは事実ですね。まあ、そうですね、柔軟な働き方っていうのはいいことなんですけども、よく考えなきゃいけないと、そうなんですね、いや美味しい話にはね、そういうことですよね、いろいろありますよこれ、あります、となるとやっぱりコツコツいくでもそれがね、一番だと思いますけどね、はい、でもなんか大金欲しくなるような欲望もわからないではないんですけどね。わかりますけどね、はい、間もなく7時です。7時になりました。8月19日金曜日7時になりました。おはようございます、寺島直政です。青空が眩しい浜松町は気温が26度、湿度 57% ですね。まあ、このところの湿度はもう 70% 当たり前でしたからね、今日のこの湿度は低いというふうに言ってよろしいでしょうね。そして最新のお天気です。今日の関東晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。洗濯日和となりそうです。山沿いも含めてにわか雨はないでしょう。最高気温東京埼玉で32度、横浜31度、昨日と比べて1度から3度くらい高めですね。内陸部では35度近くまで上がりそうです。ただ湿度が低めです。割合カラッとした暑さとなりそうです。土曜日曜晴れ間ありますが、ところどころにわか雨がありそうです。東京地方今日は晴れのち曇り、降水確率午前 0%、 午後以降 10%、 明日は曇りの予報です。久しぶりに関東を注意報警報発表されておりません。
今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。島津さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、島津さん、夏の全国高校野球ですけれども、昨日準々決勝4試合が行われて、はい、宮城の仙台育英、滋賀の近江、はい、山口の下関国際、それに福島の聖光学院、こちらが勝って準決勝に進んでおりますが、島津さん仙台なんですよね。仙台なんですよね、まあ、強いですよね仙台育英今年もね、はい、まあ、いつも東北高校と仙台育英のどちらかがいつも宮城県の代表として出てきて、まあ、応援することになるわけですけども、はい、今年は仙台育英で、ね、4位まで残ってるわけですからね。そうです、頑張ってほしいなと思います。もうこれはもうやったって感じはやっぱりありますよね。まあ、やっぱりね、地元のが活躍するのは嬉しいことですよね、はい、そうですね。おそらく今ラジオ機の方の中でもね、もう消えちゃったっていうまあそういうところが、だってもう 4校しか残ってないわけですからね。まあ、だけど私も実は1回だけ夏の甲子園に応援、に行ったことがありましてですね、はい、たまたま私の高校が行ったんですよ。かなり前ですよ、はい、東京が西と東に分かれたその時ですよその時行ったんですけど、未だに記憶としてありますからね。やっぱね、そういうのは記憶残りますよね。そうですね、ですから、まあ、テレビ観戦、ラジオで聞くとかそういうのももちろんいいんですけども、これ母校だとかそのね関係でどこか応援して実際に行ったって方の思い出をこう改めてふっとこうね蘇らせてみると、あの時はいい思い出だったなと思いますもんね。あります、あります。大学も、私明治出身なので、はい、まあ、大学も野球とかラグビーとか強いので応援行ってましたし、はい、で父が神戸聖光に勤めていたので。そうだったんですね、はい、ラグビーやっぱり神戸聖光応援しに行ってたので、まあ、そういうのはね、やっぱりいい思い出になってますよね。そうですね、あと今私もなんかテレビで観戦してますけども、高校野球ってやっぱりすごいのが、何が起きるかわからないみたいなところってありますよね。確かにそうですよね、2アウトからここまで行きますかと、そうですね、いうようなこととか、逆転は当たり前だし、ここで押し出しのフォアボールみたいなね、雰囲気がねガラッとね、プロの方でも当然あるけれども、やっぱりね、まだまだそういうのに慣れてないとね、そういうことも起こりますよね。あとはプロでは見られないヘッドスライディングねファーストへの確かにこれも、いやこれはやっぱり心意気なんですね。そうですね、まあ、プロの方はね、まあ、そのこと、はい、あとのこともあるからね、そうです、怪我しちゃいけないから、そんなことやったら叱られると思うんですけども、また違うね、同じ野球なんだけれども違うドラマが待ってるんだなと思うと、やはり高校野球ってのはいいなと改めて思いますね。まあ、これはね野球だけじゃなくて他のスポーツ、サッカーだラグビーだみんなそうです、バレーボールだバスケット、いろんなねスポーツってやっぱり感動をこちらにくれますものね。ありますね、そんなところでオリンピックがだって言うとさっきの話題になっちゃうんですけどもね。まあそうですね、残念な話ですけど、まあ、見たのは良かったですけどね、はい、さて、こういうニュースが入ってきております。北海道根室市の花咲港で昨日サンマ漁の主力となる棒受け網漁の初水揚げがありました。棒受け網漁、サンマが光に集まる習性を利用して集魚とお魚を集めるこの灯火ですね、集魚灯で船の側面に設置した網に誘導する漁でして、今月15日までに小型船とこの中型船相次いで解禁されていました。で、隣接する市場に市場によるとですね、寄港したのは20トン未満の小型船の1隻で、漁獲量はおよそ260キロ、低調なスタートとなったということです。ただ競りでは最高で1キロ5万4000円の高値がつくご祝儀相場となりました。サンマ初水揚げ、漁獲量は低調なスタートとなったということですけども、何かこう今年もサンマ漁は不良なんですかね。一番好きな魚の一つなので。だって仙台だったらもう当たり前のように食べてたでしょ。いやそうなんですよね、だから全然こっち来るまで全然そういうの考えてなかったんです、普通に食べていて、はい、でまあ生の場合はね綿も全部入ったものを焼いて食べてたので、まあね、ね、うん、本当に想像しただけで今よだれが、あの苦味が蘇ってきて、はい、あの油の海苔とね、はい、でそうですね、美味しいです。あの匂い嗅いだだけでも油乗ってるなっていうのは分かるお魚ですよね。そうなんですよね、すごい高くならなきゃいいな、美味しかったら骨までいくかみたいなね。私は結構そうでした。あ、そうでした、はい、
頭も結構ギリギリまで食べます、はい、そう頭もね、いけるところまで行こうなんていう。さてこういうニュースもあります。新型コロナウイルスの再拡大で観光客らの足止めが続く中国の海南島、こちらではですね、感染が海外からの海産物を通して広がった疑いがあるとして魚に PCR 検査を実施していると言います。海南島8月に入り1万3000人を超える感染が確認されました。地元衛生当局、ウイルスが海外との海産物の取引を通して港に持ち込まれた疑いがあると指摘しています。魚への PCR 検査、漁船の上で防護服を着た検査員が綿棒を使って体の中や口の中をこすって行うといいます。中国では魚に PCR 検査ということなんですが、これそういうものなんですかね。いやまあ WHO は否定してますし、まあまだまだわからないことがあるので私も何ともはですけども、まあそれにしてもどちらかというと中国の官僚たちとかが自分のミスを隠すためになんかそれ魚のせいにしてるんじゃないかと想像したくなるようなニュースではありますよね。よくと言ったらあれですけどありますもんね、こういうのね。そうなんですよね。っていう理由くっつけるっていうね。そうなんですよ。まあだからね、メンツとかね、そういう権威主義的な国で何かミスを犯すと問題になるので、まあ、それを取り繕うためにやってるんじゃないかという疑いも、まあ、まだ本当のことよくわからない、何とも言えませんけども、そうちょっと疑わざるを得ないような行為ではありますよね。お前のところの輸入品から見つかったぞみたいなこともありましたもんね、はい、過去に。そうなんですよ、はい、だからやっぱりちょっとそういうね、なんかどうなのかなと思っちゃいますよね。そうですね。これが果たして科学的なのかどうかっていうところがハテナがつきそうですけどね。いやね、ちょっと滑稽ではありますよね。はい、時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、中国への支援終了検討、アジア開発銀行来年から議論。アジア開発銀行の浅川総裁は日本経済新聞社のインタビューに答え、中国への新規の融資を終える検討を来年2023年に始めることを明らかにしました。世界2位の経済大国になった中国、所得水準が向上していてアジア向けの融資も主導していることから支援を受ける立場ではないという見方があるということです。アジア開発銀行、融資の対象を1人当たり国民総所得 GNI が7455ドル以下、国際資本市場での資金調達が困難、社会保障など開発水準を示す指標が一定以下といった国に絞っています。中国、1人当たりの国民総所得と資金調達ですでに基準外れています。アジア開発銀行が中国への支援終了を検討しているということですが、島津さん、これはどうご覧になりますか。もう早くやめるべきだと思いますけどね。いや今までやってたの なんでやってんのって感じが正直素人にはするんですよね、はい。まあ、その中国との関係とかもあるんでしょうけれども、はい、まあ、実際問題としてまあすでに あの彼らの方はアジアインフラ開発銀行をやっているわけですし、はい、あの世界経済にとって2位になってるわけですし、そういう国に対して特に支援する必要性ってないわけですね。だから中国って、まあ、他の政治的な時もそうなんですけれども、はい、自分が新興国であるという顔と大国である顔をうまく使い分けて外交をするわけですよね。でこういう時はなんかいかにも自分がまだまだですみたいなことを言うわけですけども、はい、なんか他の場面になると大国だっていうふうに言い張るわけなので、はい、まあ、大国だっていうんだったら大国なりのね、そのまあ活動というか姿勢で臨んでもらいたいわけですし、あの一帯一路なんていうのはやっぱり大国って感じですよ ね、感覚としてもね、はい、目指すってことですし、はい、そういうことでなんかその彼らの曖昧な戦略というか、それをまあ外交的にはある意味見習わなきゃいけない素晴らしいやり方を彼らはしているわけですけども、まあ、それが結果的にアジアの不安定化を招いている部分もあるわけですから、やっぱりちょっとそこはやっぱり考えていく必要あるわけですよね、はい、うん。まあ、ですからこういったものもなんかズルズルとっていうのはなんか変ですよね。まあ、ズルズルとっていうのは実際のところなんでしょうけどね。やっぱり
区切ってほしいもんですよね、はい。でこの日中関係の動き、こちらを見るとですね、おととい秋葉国家安全保障局長と中国の外交担当のトップ、楊潔チ共産党政治局員が会談しました。でこの会談について産経新聞、来月の日中国交正常化50年を前に対話の機運が遠のいていた日中関係を再構築する狙いがあったと伝えています。また今後は岸田総理と習近平国家主席の首脳会談が実現するかどうか、これが焦点になるということです。日中関係めぐる動きですね、秋にはこのアメリカと中国直接この首脳会談があるというようにも言われてますけれども、はい、この日中関係はこれどういう印象をお持ちでしょう。いや、なんか日本からだから譲歩する必要ってそんなおそらくないわけですね、はい、特にやっぱり EEZ にミサイル撃ち込まれたりとか、はい、経済水域、はい、そうですね、ミサイル撃ち込まれたりとか、ね、まあ、尖閣に船やってきてるわけですよね、だから、はい、やっぱりそこなんか是々非々でやっぱり対応していかないと、うん、外交の場では意見述べなければそれはイエスだというふうに、まあ、思われても仕方がないし、そういう傾向非常に強いわけなので、はい、日本人同士であればね、阿吽の呼吸とか、こちらが譲れば向こうもいつか譲ってくれるっていうのは日本人同士で成り立つかもしれませんけれども、はい、外交の場、特にその中国のような、うん、体制が少し違う国に対してははっきりダメなものはダメだし、はい、こういうことはしてほしくないし、そういうことをするんであればこちらも考えることありますよっていうのをきっちり見せていかないと、はい、まさにさっきのズルズルじゃないですけども、彼らからすればここまで言っても日本は何も言わないからもっとやってしまえって、まあ、実際そういうことが積み重なって今の日本と中国の関係が来てる部分があるので、はい、やっぱりちょっとそこはきっちり、その必ずしもこちらから頭を下げるっていうわけではなくて、まあ、ある意味対等な部分というか、はい、はっきりものを言うときははっきり言うということを示さないと、はい、実際の本当の友好ってことには全くつながらないだろうなというふうに思いますね、経済界はどう見てるんですかね。やはり経済的なつながりというか、向こうの工場があるなんてところはね、はい、やっぱり仲良くしてほしいですよ。でも今言われてるのが、その中国の工場を今日本に戻す、うんうん、まあ、一つの機会なんだっていう指摘もありますよね。まあ、実際やっぱり中国 その今の習近平体制になってから、やっぱりその法治国家としての中国がやっぱり相当危ういんだってことは、まあ明らかになってきてるわけですね。コロナの対応にしても、まあ、台湾をめぐる各国に対するやり方にしてもですね、はい、だからそういうことを踏まえた上でもちろんビジネスチャンスはあるんでしょうけれども、やっぱりリスクとリターン考えたときに、従来と同じ延長線上で中国とまあ、お付き合いできるかというと、ちょっと今の習近平体制になって状況変わってませんかねっていうのはあると思いますね、はい。続いてはこちら、日経新聞、防衛機密保護へ税優遇、政府企業に対策促す。政府は通信システムにサイバーセキュリティ対策をした防衛関連企業への税制の優遇検討します。中国やロシアからのサイバー攻撃の増加を念頭に、防衛産業の機密漏洩対策を後押しします。税制の優遇は防衛省から装備品を受注する企業が対象で、部品を作る下請けの中小も含めますと数千社となります。安全性の高い特定のウイルス対策ソフト、装備の情報にアクセスする際の2段階認証システム、こういったものを導入することなどを要件とします。セキュリティ強化に費用がかかる分、税負担を減らす見通しです。税の優遇受けたい企業は、扱っている防衛のこの関連事業、あとサイバー攻撃対策の計画を作って防衛装備庁に申請します。そしてセキュリティ面などの条件満たしていると認定されれば、税負担を軽減します。具体的なこの減税の幅ですとか規模、対象、秋から年末にかけて与党が税制調査会で調整し、対抗にまとめるとしています。政府その内容をもとに関連法案を作ると。サイバーセキュリティ対策をした防衛関連企業への税制優遇、これは島津さんどうご覧になりますか。まあ、本来であれば防衛関連企業だけではなくて、はい、普通の一般企業も含めて、まあ、金融機関もそうですし、まあ、それ以外のインフラ関連のところもそうですけれども、やらなきゃいけないところだと思うんですが、はい、まあ、今までは景気も悪かった、まあ、デフレ下ではなかなかこういう支出が増えにくいので、まあ、できなかった、で、まあ、手始めにここからということだと思うんですけども、まあ、やっぱり景気が悪いとこういうことが後回しになるよねっていう、まあ、そういう感じはしちゃいますよね。で政府はですね、防衛技術の海外流出
流出を防ぐために国内企業への事業の承継を促す基金、これも新設する方針です。企業が防衛事業から撤退すると決めた場合に、新設する法人が保有する技術を引き取って承継先を探すようにすると。基金は技術移転の対価を支払います。で、国内で技術移転先が見つからず中国などに流れる事態を防ごうとする動きです。基金の規模などの詳細は年内に詰めるとしています。防衛技術の海外流出を防ぐため基金を新設するという、こういう動き、これはどうでしょう。まあ、これもだから本当は景気が良ければそういう産業に参入したいって企業っていっぱいあるわけで、だから半導体の時もそうでしたし、まあ、あの家電メーカーが軒並み日本からねどん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 いなくなって、それを中国や韓国が買ってったわけですけども、それもやっぱ景気が悪かったことにまあ集約されてるわけですよね。だからまあもちろんあの貿易技術ってより重要なものですから、あの対応必要だと思うんですけども、やっぱ景気が悪いデフレ放置するとやっぱこういうどん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 いろんな歪みがいろんなところに出てくるなっていうのを改めて感じさせるニュースですね。となればやはり景気を良くするしかないってことですよね。まあ、そうなんですよ。だから景気がやっぱ悪いと何でもかんでもうまくいかない、別に景気が良くなれば全てがうまくいくとは言いませんけども、はい、まあ、とはいえ景気が悪いとその何でもかんでもやっぱりうまくいかないんですっていうところをやっぱ改めて考えなきゃいけないと思いますけどね。はい、先ほどのその物価のね、ところでもお話しいただきましたけれども、まあ、諸外国とある部分だけ比べたってしょうがなくて、そうなんですよね、日本は今実態どうなのかっていうのをしっかり考えなきゃダメだってことですもんね。はい、そういうことだと思います。はい、続いてはこちらです。産経新聞、サハリン2新会社が条件維持を提示、日本なおリスク。石油天然ガスの事業サハリン2をこの継承するロシアの新しい会社が液化天然ガス LNG を供給している日本の電力会社などに価格や調達量などについて従来と同じ条件を維持する契約を提示していることが昨日分かりました。複数の関係者によると、ロシアの新会社から条件維持の通知が今月10日前後に届いたといいます。サハリン2は日本の LNG 輸入量のおよそ 9% を占める重要な調達拠点です。東京電力と中部電力が出資する JERE ジェラですね、が東京ガス、広島ガスなど8社がですね、この比較的安価での LNG 調達が可能な長期契約を結んでいます。でサハリン2めぐっては旧運営会社に出資していた三菱商事と三井物産が新しい会社にも引き続き出資し、権益を維持できるかどうか、これも焦点となっています。サハリン2をめぐるこの新たな動きが出てきたということなんですが、この動きは島田さん、これはどうでしょう。まあ、だからロシアからしてみれば、はい、やっぱり日本をまあすでに欧米とこれだけ対立する中で、はい、日本をやっぱり失いたくなかったっていうそのまあ売り先としてですね、はい、でもただ一方で牽制はしておきたかったので、まあ、一種の揺さぶり工作的な形で、まあ、日本の出方を試したっていうところですよね。だから彼らとしてみては日本に輸出するのが全くできなくなってしまうのも、まあ、当然困るわけですね、はい、だけど、まあ、日本が完全にロシアとの関係を見直そうとするのもあのどうなるか分かってるかという、まあ、揺さぶりをかけて脅しをしてきてるっていうことだと思いますね。はい、と、まあ、いくつかこれ考えられます。まあ、これだから会社変わりました、はい、外国籍の会社から今度はそのロシアの会社に変わりました。でも同じ条件で例えばその三井物産とか三菱商事、これもその権益が持てるとしてもいつ何時何やってくるかわからないっていう不安は残るわけですね。そこはだから全く変わってないわけですよね。そのリスクがむしろ私たち認識させられる出来事ではあったわけですよね。はい、だからこれで良かったってわけでもない。全然ないと思いますね。全然ないんですね。はい、でこのサハリン2をめぐるこの動きについてですね、産経新聞は引き続き LNG の安定調達が可能となれば電力需給の逼迫、エネルギー価格のさらなる高騰は避けられそうだ、ただロシア側が突然に契約変更を要求してくるリスクも残る、まあ、こういうふうに報じています。ロシア側が突然にこの契約変更を要求してくるリスク、まあ、こういったことを考えて、まあ、ロシアの新会社に出資するかどうかを考えるのか、まあ、それは、まあ、今回でこの契約変更
というか、まあ、これまで通りに出資したとしてもやはり分散はしていかなきゃいけないってことなんですね。いや、そうですね。だからエネルギー調達の先が多様化させていかない、分散化させていかないといけませんよっていうのが、まあ、今回の教訓だと思いますし、はい、まあ、そのように電力逼迫ってことで言えば同じように電力についても、まあ、石炭だからダメだとか、原発だからダメだってことではなくて、安全とかいろんなことを比較考慮した上で、きっちり多様化していかなきゃいけない。それはまあ再生エネルギーも含めてですけども、どれか一つがダメでどれだけ一つがいいってことではなくて、それぞれいい面悪い面があるので、そこのバランスを考えていかないといけないで、環境先進国として脱原発脱炭素をやってたドイツが今全然そうじゃない方向に切ってるわけですから、まあ、それがだから現実なわけですよね。だからその他国の、一種のそういう言葉に惑わされることなく、日本として何をどう考えて選んでいくかっていうのをきっちり考えていかなきゃいけないっていうことだと思いますけどね。ちょっと前まではね、ウクライナ侵攻前までは時代は SDGs、はい、もう企業もそこを目指していかないと、はい、もう投資もままならないみたいなこと言われてましたけども、はい、その最たる例のヨーロッパ、ドイツ、特にドイツですよね、はい、もう原発も今年中に全て止めるというふうに言ってました、はい、でもこのウクライナの有事がありました、手のひら返しみたいな感じですもんね。そうなんですよね、だからやっぱり背に腹は変えられないっていうのは、それは当然といえば当然ですけど、でも他の国にそれを求めてたわけですから、はい、だから私たちもそういうふうなことを考えて、リスクとリターンというか、はい、権益とその何がいいか悪いかを考えていかないといけないと思いますけどね、でもそれでエネルギーなんか日本が買い負けするケースだってあるわけですよね。まあ、日本はそうは言ってもとはいえ先進国で世界第3位の経済規模だからいいですけども、はい、他のそのアジアとかアフリカのやっぱりその低所得国が非常に困ってる、でそれがゆくゆくは紛争につながるなんていうふうに言われているレポートも出てるんですよね、はい、だから脱原発脱炭素すいませんごめんなさい帰れますってだけじゃ実は済まないことになってるということですね、そうなんですね、そして、今月末あたりに岸田総理が中東訪問というのは先ほどニュースでもお伝えしましたけれども、ここでだからどういう折衝ができるかってことですね。まあそうですね、岸田首相に期待するのは、日本の有利な条件というのももちろん必要なんですけど、はい、もし本当に岸田さんが長い政権で、安倍さん並みのですね、はい、注目というか力を持ちたいんであれば、その先のことも考えた交渉してもらえるといいなと思いますよね。これはやはり日本からも何か相手国に対して、例えば UAE なら UAE にこうやりますからこうしてくださいっていうことですよね。まあ、そういう経済協力的なものもありますし、あるいはその先ほど申し上げたような低所得国との関係を踏まえた上での、条件提示みたいなこともやれると随分と株は上がるんじゃないかと思いますけどね。世界的にも、国際的にもってことですね。はい、続いてはこちら、日経新聞、イギリス EU 離脱で物価高圧力。イギリスの7月の消費者物価指数が前の年の同じ月に比べて 10.1% 上昇、ついに 10% 超えました。エネルギー価格の高騰に加えて賃金上昇、この圧力も強まり、物からサービスまで幅広い品目で値上げが止まらない状況です。 EU からの離脱に伴うイギリス特有の事情、これも打撃となって、インフレが家計を圧迫する生活費危機の長期化が懸念されています。17日ロンドン市場では7月の消費者物価指数の上昇率が 10.1% になったという発表、ここに驚きが広がりました。イギリスの物価高圧力、これは島田さん 10% 超えたんですね。まあ、そうですね、今もご紹介にありました、EU からの離脱、いかにイギリスが EU 経済と結びついていたかということで、人も来なくなりましたので、人手も足りませんし、いろんなものも輸入してましたので、そういうものも届かなくなっているというところで、その影響の大きさを改めて示した出来事だと思いますけどね、はい、でイギリスエネルギー高の影響、今後一段と顕在化するといいます。家庭向けの電気ガス料金へ一定期間ごとに反映する制度の元、秋以降に時間差で大幅な値上げが想定されています。またイギリス固有の要因としてですね、 EU 離脱後に移民労働力が減った、今島田さんご指摘の通り
ですね、これも悪影響。レストランなど接客業界では離脱後に10万人規模の EU 出身の労働者が職を離れたという推計があります。2桁のインフレが1年続く可能性、これが浮上する中、中央銀行にあたるイングランド銀行、物価抑制のためのこの景気後退入り、これを覚悟で当面は金融引き締めを急ぐ構えだと言います。物価高と景気悪化同時に進むスタグフレーションのリスク、こちらにおいてですね、イギリスの置かれた状況、主要国の中で際立っていると。このリスクはどうでしょう、島田さん。いや、まさに先進国で最も最悪な状況に置かれていると思いますね。はい、まずEU 離脱の影響も非常に大きいですし、はい、その分だけ経済の天井が低くなっているので、成長しようと思うとその天井に当たっちゃって物価が上がっちゃうということで、はい、まあ中央銀行のイングランド銀行としては、その景気を、まあ、後退させるほどまで引き締めていかないといけないという、まあ、本当に厳しい状況に追い込まれているということだと思いますよね。もうこれはもうしょうがないと、景気後退しても。そうですね、もう EU 離脱した時点で物の価格が上がりそうな話はもともとあったんですけど、それでも強行したということで、まあ、その結果ということだと思いますね。と、まあ、一部ではほら見たことかということなんですね。まあ、それはすごく予想されていたということで、まあ、ウクライナ戦争は当然ありますけれども、はい、まあ、予想されていたことだと思いますね。はい、時刻7時33分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト、島津博樹さんです。東証グロース市場に上場する企業の今年4月から6月期決算、前の年の同じ時期に比べて最終損益が改善した企業の割合が 55% となり、1月から3月期から3ポイント上昇しました。グロース市場は4月の東証の再編で誕生した新興企業向けの新市場です。で、構成銘柄には医療 IT 系のスタートアップ企業が多く、まだ赤字の企業が目立ちます。7月末の時点で484社が上場しています。改善上位には医療関連が目立ったということですが、島さん、この状況どうご覧になりますか。まあ、医療関連、これ世界的に見ても、まあ、注目されているやっぱり高齢化が世界的に進んでいく中で、はい、まあ、どんどん新しいことができていて、でしかも医療関連どうしてもいろいろ制約が多い、規制が多い業界の一つなので、一方でその規制を、まあ、少しずつ撤廃する動きもある。で、特にコロナの問題があって非常に硬直的な部分を見直そうという動きなんかもあるので、まあ、そういうことが貢献していたりとか、あとはやっぱり今回のワクチンとか、まあ、薬もそうなんですけども、新しい薬とかワクチンが従来は大きな金額を使って大きな製薬会社しかできなかったところが、結構その小さなところが新しいことを発見してやっていくなんてことも出てきているので、まあ、その辺なんかがこう日本でも実り始めているというか、まあ、そういう動きが見えるのかなと思いますね。はい、一方急成長してきたデジタルトランスフォーメーション DX、 この関連ではですね、失速する企業もありました。コロナ禍が続く中、行動制限の緩和などで収益環境が変わってきた影響も出ていると。このデジタルトランスインフォーメーション、フォーメーションですね、 DX 関連についてこれはどうでしょう。まあ、コロナ禍でやっぱり急成長を逆にしたので、ちょっと踊り場というか、まあ、その需要が一気に吹き出したところが少し落ち着いてきたっていうところは、まあ、あると思うんですけども、この分野自体が収束っていうか全くなくなるってわけではなくて、やっぱりちょっと急成長をあまりにもしすぎたので少しスピード調整もあるでしょうし、場合によっては少し企業の淘汰なんかも進むんじゃないかと思いますけどもね。はい、でアメリカの利上げなど背景にですね、新興企業向けの東証グロース市場の銘柄、去年末から下落局面が続いてきたんだけれども、インフレ懸念が後退する中で資金が戻りつつあると。ただ売買の中心を占める個人投資家の動きはまだ鈍いと言います。まあ、年内アメリカの利上げがですね、続くというふうにも言われてますが、この動きですが、これどうですか、島さん。まあ、グロース副長っていうのはグローバルな世界的な動きで、この特に2ヶ月ぐらいは非常にそういう動き進んでるんですけども、まあ結局この後の利上げ、アメリカがどれ
くらいのペースでやっていくかっていう、先ほど 0.75 上げるか 0.5 上げるかって、はい、ありましたけども、はい、まあ、これが本当に 0.5 で収まっていくんであれば、まあ、グロースの復調は続くかもしれませんが、はい、まあ、0.75 って話になってくるとちょっとまた状況変わる可能性あるなと思いますね。はい、時刻7時38分に今なりました。この後武田鉄矢今朝の三枚おろしです。おはよう、テラちゃん。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。夏の甲子園です。全国高校野球選手権大会、昨日この春選抜大会制した大阪桐蔭が準々決勝で下関 国際に4対5で逆転負けし、史上初となる3度目の甲子園春夏連覇なりませんでした。この試合の9回のある場面がネット上で賛否呼んでいます。下関国際が1点を追う9回、ワンアウト2塁3塁と一打逆転のチャンスを作ると、球場全体が大きな手拍子に包まれました。スポニチによると、まるで全員が下関国際の応援をしているかのような雰囲気だったということです。そしてこの追い風に乗って下関国際の4番がヒットを打って逆転を果たすと、手拍子と割れんばかりの歓声が上がったといいます。こうした状況、プレーしている選手にも影響があったようで、大阪桐蔭のキャプテン星子選手はですね、お客さんの手拍子がすごくて飲まれそうになった、2年生の前田が投げていたんですけど、その時に声をかけられなかったのが申し訳ないと思いますと話しています。またツイッターでは、全観衆の手拍子が共鳴して甲子園全体が下関の応援をしているくらいだったと驚きの声が上がる一方で、大阪桐蔭完全アウェー、高校野球の応援ってもう少しモラルないのかな、9回表になって急に一塁側から下関を応援する手拍子、いろいろ考えさせられましたなど、大阪桐蔭に同情する声も多かったといいます。島津さん、こういうことがあったんですね。うん、まあね、なんていうか、はい、そういう応援したくなるような雰囲気だったっていうところもあると思うんですよね。だからなんかどっちが悪いとかじゃないと思いますし、まあ、決して悪気があったとかね、うん、そういうことでもなかったんでしょう ね。それだけ素晴らしい、ね、プレーしたっていうのは、それは相手もいてのプレーなので、なんかどっちかだけってことはないでしょうし、なんかよく人の前で話すときに、私なんかも誰も聞いてくれないときとかもあるわけで、そこに危機感を覚えることがある一方で、あんまりそれに飲み込まれちゃうと肝心なことが言えなくなるので、平常心を保つようにやっぱりしようとするとかですね、まあ、あるので、まあすごい、それだけね、すごく飲まれそうになったっていう、あの大阪桐蔭のコメントありますけれども、まあ、あのある意味いい経験にもなったと、まあ、それだけじゃない、いろいろかけた部分あるんでしょうけれども、まあね、その一つ大きな経験できたっていうふうに捉えられればなと思いますよね。東京オリンピック・パラリンピックめぐる汚職事件で、大会組織委員会の理事だった高橋容疑者、この贈賄側のですね、紳士服大手 AOKI ホールディングスがスポンサーに選ばれるよう組織委員会などに仲介していたことが分かりました。高橋容疑者、 AOKI 側に格安のスポンサー料を提示して、契約締結に同意を得た上で組織委員会などに内定したと伝達。東京地検特捜部、高橋容疑者がスポンサー契約で便宜を図ったと見ています。組織委員会、2018年10月 AOKI をスポンサーとして選定したと発表しました。国内スポンサーでは3番目のランクのオフィシャルサポーターで、契約額5億円でした。このランクのスポンサー料は15億円程度とされていて、大幅に減額されたと見られています。改めてこの問題なんですけれども、島津さん、いかがですか。まあ、選手たちの努力とか、はい、私たちがあれを見て感動したものをね、ないがしろにする話ではありますので、まあね、こういうことがなくなるように、まあね、努力してほしいと思いますし、それくらい減額されるんであれば、まさにオリンピックの選手たちって、この後いろいろ
ね、そのなかなか生活に困られる方もいらっしゃるみたいなことがあります、あるじゃないですか、はい、まあ、そういう方たちに使ってもらえるような、ね、工夫とか、お金かかるのはもし、ね、どうしようもないんだとすれば、そういう人たちに還元できるような仕組みとかできれば、まあ、もっといいのかなとか思いますよね。まあ、ただまあ今回のこの高橋容疑者に関してはですね、これあの高橋容疑者がまあこういうふうに行動したということなんですが、大会組織委員会の理事になった時点で、何かそういうルールも作らなきゃいけないってことなんですかね。まあ、そうですね、そういうルール作りはね、本当にこれはオリンピック、パラリンピックをめぐっては本当にグローバルに問題になっているので、必要なことではありますよね。今朝のコメンテーター島津博樹さんでした。島津さん、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。